この動画ではタッチブレインレーザー TL311R のユーザー警報ポイントシェアについてご説明します。無線 LAN SD カードを使うことでユーザー警報ポイントシェアシステムとの連携利用が可能になります。利用にはアカウントを制作していただく必要があります。このアカウントはウェブブラウザ版と同じものになります。このアカウントを本体に設定していただきます。アカウントの設定方法はメインメニュー、警報設定、GPS 警報設定の ユーザー投稿システム設定から行います。アカウント設定をタップしていただき、ユーザー ID とパスワードを入力します。 ID とパスワードが入力した後はログインをタップします。ログインに成功するとデータがダウンロードされデータが展開されます。ユーザー投稿システムを利用するには設定をオンにしてください。メインメニューの GPS 警報設定からは他のユーザーが投稿したポイントの有効期間設定や有効レベル、取得時間の設定も可能です。